第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってアグネスブライト先頭、2番手はタイキヒート追いすがる。さあ川内立て男一気に来た。あと 200m 川内立て男伸びてきた。残り 100m 川内立て男先頭、2番手は東海スプリング川内立て男1着、川内立て男完勝、川内立て男1着、2着はマイネルウィングス。これは物が違う。川内立て男4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った栄新ロード、残り 200m 先頭は栄新ロード川内ソレイユ先頭です。このまま押し切るか。川内ソレイユもう一伸び、川内ソレイユわずかに、川内ソレイユ体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のホワイトストーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ランニングフリー前に行きそうです。ミスターシクレノン、それに続いています。さらにはノーブルグローブ、17番ジョージモナーク、その後ろ。では前の方からジョージモナーク先手を取りました。デリもそのうちに続いています。内からはノーブルアイランド、その隣にミスターシクレノン、その横にゴールデンフェザント、その外からランニングフリー、内からはロックホッパー。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の東海帝王後方につけています。では前の方からデリも先手を取りました。ピンクの帽子ジョージモナーク、その後ろノーブルシャワー、すぐ後ろ並んで9番ノーブルアイランド、 1000m を通過。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から先手を取ったのはデリモ、ジョージモナーク、この馬もこのグループ。ノーブルシャワー、それに続いています。並んで9番ノーブルアイランド、ゴールデンフェザント、この馬もこのグループ。その外からランニングフリー、並んで10番ミスターシクレノン、ロックホッパー、そのうちに続いています。前はデリモン、ジョージモナーク、ほとんど差がありません。ノーブルシャワー3番手、東海帝王いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。デリモン先頭、ゴールデンフェザント先頭、2番手はデリモン追いすがります。さあ東海帝王一気に来た。あと 200m ゴールデンフェザント先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。東海帝王迫る。ゴールデンフェザント先頭だ。ゴールデンフェザントゴールイン。ゴールデンフェザント1着、2着にはどうやら東海帝王、ゴールデンフェザント見事に1着。世界の強豪の前に日本勢敗れました。